はい、ジャバロックがございます、ね、いつもお世話になっております、フィンを見てますか。はい、ということでですね、フィンをご覧の皆様、はい、今回ですね、ジャバロックのまあ、オモクルのドメスティですけども、まあ、去年ね、発売してるんですけども、まあまあ、カラーチャートがですね、上からチャートバック、ピンクバック、グローバックレインボー、まあまあ、いつもあるようなカラーなんですけども、今回ですね、この赤金のチャートグローというのが出ました。はい、これがですね、今期から発売になります。久保さんカラーですね、俗に言う。はい、これが発売になりましたってことでですね、まあよくこうちょっと深いエリアなんかは、赤金が効きますよと久保さんが言ってたんでこれを作ってますということですね。まあ、他のカラーもですね、例えば水の濁った時だったりとかそういう 色使いでまあいろいろ決めていただいたらいいかなと思っております。あとですね、下に行きますとですね、プロトタイプって書いてますけども、はい、オモクルドメスティの、80g が、はい、今年出ます。 80g あるとですね、ね、もう何もしなくてもカカーンとこう落ちちゃいますんでですね、上にこう重りをセットしなくてもですね、普通に使用ができると。しかも絡み止めもついてますんで、はい、非常に使いやすいですよという感じでございますね。もちろん付け方として後ろにですね、ケミホタルをつけるんですけども、ケミホタルも一つ大きい手ですね、がつくようになっております。はい、これはね、ソルケンなんかでも使って、今回ですね、まあまあ、80オーバーのシーバスも釣れたりとかしております。はい、あとですね、その横のくるくるファーストアタックというのが、はい、今季出ます。このごめんなさい、ファーストアタックっていうのはですね、今まで出てた、穴の開いたパターンですねとはちょっと違いましてですね、穴開き あのカウンターアタックとかそういうレベルのやつはですね、浮きます。キャストしてボトムまで落としてそのまま早巻きしちゃうと、中層までキューンって一気に浮くようなものが今まで使ってたクルクルなんですけども、まあ、俗に言うこれはですね、よく売ってるやつのパターンですね。ボトムトレースからこう放物線がこう手前から上がってくるような、沖ではこうじゃ徐々に斜めに上がってきて最後に手前に上がって、放物線がちょっとなだらかな感じで上がってくるようなブレード系ということになりますね。ですんで、ファーストアタックと使い分け、放物線の方向が全然違うような使い分けですね。ボトムトレースはこっちのファーストアタックでという、飛距離もかなり、違います。5メートル以上出るようになってますんで、はい、ご期待くださいませ。はい、ということでですね、はい、また、ちょっといろいろまた新しいのもありますけども、またですね、もしまた変わってきたということですね、ぜひお使いくださいませ。以上、マイクリサーでした。